はい、どうもこんにちは、フローです。今日は赤い瞳の泣き虫ウサギ、こちらやっていきたいと思います。で、僕思ったんですけど、瞳赤くないじゃんと思ったんですよ。泣いたのかな。この瞳が泣いて赤くなるのかな。なんかそんな妄想をしながら今行きます。来ました。ここからですかね。何者かに追われているアリスとダイナ。時間を操るその者の前にダイナは破れる。窮地にさらされたアリスだが、その前にレイナら調律の巫女一行が現れる。アリスを襲った者はこの世界のカオステラーであり、変わり果てた時計ウサギであった。一行はカオステラーとなり果てた時計ウサギ、カオス時計ウサギと戦う。なるほど。時計ウサギめっちゃ可愛いよね、これやばいっす。もうカオスヒーローが可愛すぎてやばい。で、新しい武器ですね。ナイトランスなんですけど、これめっちゃ防御力上がりません？僕なんかいいなと思ったんですけど、吸収盾もいいんですけど、手数が多いさ、槍だったら、なんかこっちの方がいいんじゃないかなと思って。これでさ、なんか戦わせながら攻撃してもらった方が、闘技場とかだったらゲージ回収できるんじゃないかなと思いました。新しい本ですね。これもさ、すごいよね。なんか能力が上がるっていうさ、面白いと思いました、これも。はい、ヒーローボーナスはこんな感じですね。いいっすね、なんか可愛い子ばっかり。はい、こんな感じです。よいしょ。で、パーティーなんですけど、こういう感じにしました。ククリちゃんとタチアナちゃん、この辺ね、ちょっとどういう感じで動いてくれるのかっていうのがちょっと楽しみです。どこまでいけるかな、このパーティーで、って感じですね。では行きましょう。七種の森、かわいい、すごく。ミーラビット、誰も来ない。なんで、約束したのに、せっかく用意したのに。なんだろうね。ひどい。ひどいです。みんな私のことなんてどうでもいいって思っているんです。もうわかりました。なら私だって好きにやらせてもらいます。はぁ、あ、はぁはぁ、あ。アリスちゃん急ぐにゃ。奴が来るにゃ。でももう足が。頑張るにゃ。このままじゃ私たちも。来た。めっちゃ可愛い。そうね。あなたたちも凍らされちゃうわね。いつの間に忘れたの。私は時間を支配するのよ。自分の走る速さを速めたのよ。やべえ、つえ。時をみたいな。なんたるインチキ。お願い、もうやめて。あなたはこんなことするような人じゃなかったでしょ。そんな人じゃなかった。じゃあどんな人？いつもいつもあなたたちに好き放題されるのが私らしいって言うの。それは、やりすぎたか。アリスちゃん、もう説得は無駄にゃ。この女は、もはや私たちの知るあいつじゃないんだにゃ。でも、ここは私が抑えるにゃ。その間にアリスちゃんを逃げるにゃ。そんなできないよ。いいから行くにゃ。私でどれだけ時間を稼げるかわからないにゃ。ふふふ、さすがアリスの一番のお友達。大した友情ね。覚悟ー。ダメでしょ、時が操れるんだから。タイムリミット。にゃーん。強すぎる。さあ次はあなたよ。この世界の主役であるあなたを封じ、私こそがこの世界の支配者、真の女王となる。誰か助けて。無駄よ、覚悟なさい。おっと、そこまでよ。何者？やってくれるじゃないの。アリス関係になるとレイナーが張り切るよね。いやいや、困惑。それじゃあ多分わからない。うちの姫様テンション上がると厄介だからね。そういうとこタオニーもありますから、気をつけてくださいね。人の目を見てみたいな。なんで俺が注意される流れになってんの。どうやらここはアリスの世界のようだな。この世界はやかましいのが多いから苦手なんだが、賑やかだよね。詳しい話は後、今はこれだけは理解して、私たちはあなたの味方よ。つまり私の敵ってことね。
君は一体何者だ？カオステラなのは間違いないわね。でも、あなたみたいな登場人物、アリスの世界にいたかしら？我が名はクイーン・ラビット。時すらも支配するこの世界の新たな女王。クイーン・ラビットだって？まさか、三月ウサギ。マジかよ。今度はあいつがカオステラになったのか。いや、違う。いるじゃない、もう一人。ウサギ。知らない？時計持ってる。ハートの女王様の下で布告役とかもやってるんだけど、そういやいたね、もう一人。詳しく言えば一匹か。あら、まさかあなたは時計ウサギ？よかった、やっぱ当ててくれた。このまま気づかれなかったらどうしようかと思いましたよ。なんか可愛い。変わりすぎたから気がつかなかった。えへへ、可愛い。可愛いのしか出てこない。あ、この私に逆ろうとはいい度胸ですわ。なんか、戦ってたのにさ、仲間みたいな感じになっちゃってたね。帰り道、下着チュフシャー下噛んだ。微妙にまだキャラが出来上がってないな。なりきれてないぞ、大丈夫か？下っ端が無理するとこういう風になるものだ。うるさいですよ。女王様なんですから。覚悟しなさい！よくわからないけど、事情はあなたを倒してからゆっくり聞かせます。勇者様、一緒に頑張ろうね。来ました。どういう風に AI が働いてくれるかな。消えろ。おお、いいっすね。やっぱカオスアリスは強いな。おお、アチャーナもいい感じに動いてくれてますね。めっちゃ可愛いんだけど、これ専用武器土ですかね。神、迷える魂たちを導きたまえ。めっちゃデザインがいい武器の。いけそうですね。ふふふ、やるじゃないですか。こいつ意外に強い。やってくれますね。全くです。今まで戦ってきたカオステラの大半は主役がそれに決するものでしたが、それ以上でも、それ以外でもここですよ。これは油断できんな。そうですか。私結構強いですか？自覚が。やるな。あ、かなりのものだ。そうですか。いや、嬉しいですね。どうしてもまだ成り立てで自信なくて。よしよし。自信持っていいよ。あなたは立派なカオステラだ。ありがとうございます。喜ぶなよ、お前。あ、じゃなくて。こういう時役役ってどうすればいいんでしょうか。いやいや。もうお前顔すらやめろよ。今日のところはここまで一緒にやるぜ、とか言って逃げるのは基本ね。なるほど、わかりました。では、早速。わあ、いつの間に。覚悟しなさい。なんかペースが乱れるね。あいつのせいで。助けてー。おっと、そうはさせねえんじゃねえの？まさか。これは煙幕。ラフゴフ、これ、ただの煙幕じゃないです。なんか目に染みる。催涙弾か。お前も食らってんの？おっと。それ。イエーイ、その通りじゃーん。助けに来たぜ、女王様。あなたたちですか。もう少し穏便な方法は。さあ、撤退。スタコラ、さっさー。へっぽこ女王だな。やっと煙が晴れたか。やるわね。やられたわね。それにしても、あいつら何考えてるのよ。あの二人ですからね、何も考えてないと思いますよ。あなたたち。あ、アリス、あなた怪我はない。うん、おかげで、とりあえずまずは、蝉の祠に向かいましょう。そう、あなたたちは世界の混乱を調律するために旅をしているの。なんか久しぶりにさ、まともなアリスと話すかもしれない。そういうこと。だからカオス時計ウサギも私たちが何とかするから安心して。まともっていうか、なんかカオスじゃなかったりとかさ、
サマーじゃなかったりとか。大変でしたね、皆さん。泉の水は目にもいいので、念のためならった方がいいですよ。いきなり煙幕攻撃だったからね。一体時矢先に何があったの？それはその、悪いのは私たちなのよ。どういうことかしら？意外。この倉庫がどういうところかはご存知かと思います。不条理を倫する不思議な世界。やることなすこと常識外れ。毎日大騒ぎな世界だよな。ええ、ですがその中で時矢先は時間という条理の基準で生きているため、彼女は数少ない常識人と言えます。そうだよね。毎回毎回時間に追われて大忙しって感じだし。周りが好き勝手やってる中、たった一人、毎日真面目に職務をこなしていた彼女なのですが、その、まあみんな時間守らなそうだよね。集合時間には来ねえし、終わる時間も適当だし、みたいな。周りのバカさ具合に振り回されながら、ワーカホリックを続けた結果心が折れたと。はい。真面目な奴ほどぶち切るととんでもないことするんだからね。この連中がどんなのか知ってるだけに、ちょっと同情しちゃうわね。みんなめんどくさい仕事は時矢先に押し付けて、ああなっちゃうのもしょうがないかも。ファーストアートとなった時矢先は、ハートの女王すら倒し、この世界の新たな女王を名乗っています。あの女王を倒したのか。もうほとんどの人たちはやられちゃって、残ってるのは私ぐらいで。これは一刻を争うわね。はい。倒す時矢先を倒し、彼女の持つシンボルを回収してください。懐中時計。説明入るか？うん。これは唯一のね、毎月のキュビリエのルーティーンだから。主役を導いてきた、この倉庫の運命を司る象徴。喋るのやめちゃうんだよな、こっから。で、また急に喋り出すんだよね。あれ、なんかレイナが言葉を入れてる。こんな感じだったっけ？わかりやすくなった。だからこそこの倉庫のカオステラーを調律するためには、聖なる泉の力を借りて浄化を施さなければならないのです。頑張れキュベリエ。だからこそ、皆さんに泉の解放とシンボルの浄化をお願いしたいのです。うん。今回の武器はね、欲しいどっちも。2個ずつとかでいくかな。どうでしょうね。なんか、よく言えば5個ずつ。ダメですね。女神の力でも手の方を動かしようがありません。やっぱり、ダイナ。石化でもされたのか？いえ、そうではありません。あれは時間凍結です。やば。時間凍結？なんかあれかな。エヴァンゲリオンのさ、歯の後のシンジ君みたいな。人で亡くなってしまった。あ！創造主、ヤーコブさんが今、ダウンロードされてますね。新しいガチャ楽しみだな。はい、では行きましょう。お茶会の平原。ねえ、キュベリエ、カワス時矢先の時間凍結って一体どういうこと？それは、この倉庫は以前皆さんが訪れたアリスの世界と違い、シンボルは懐中時計であることにも関係するのです。不条理に支配された世界ですが、それでも全く何の基準もなければ成り立ちません。なのであのシンボルはそれを担っていたのです。大きさも小ささも関係ない世界。でも時間という物差しだけは存在していたのね。そうです。なので時矢先は、この世界の時の管理者でもありました。その役割がカオスの力に減らされたことで、時間を操る能力となってしまったのです。なるほどな。唯一の基準を自分の好きにねじ曲げられるようにしたのか。そりゃカオスな倉庫になるな。決して自由自在ってわけじゃないんだけど、それでも周りの時間の流れにをゆっくりにしたりできるわ。なんか最強じゃない？
よく考えてくださいよ、タオニー。周りがゆっくりな中、自分だけはいつも通りならどうなります？はぁ。いろいろ考えちゃうね。すげえ早く動けるな。残像剣も使えるぞ、これ。そして時間凍結は相手の時間を完全に止めてしまうことなんだ。そんなことしたらその人間は、すべては止まったわけだから、生きることも死ぬこともない。永遠にそのまま、死期帰りも厄介だね。そうだね。なんかロロみたいに心臓が止まっちゃうわけじゃないならいいんだけど。ただその力を発動するには、何らかの条件が必要のようでして、さすがに戦闘中に発動とまではいきません。使えるのなら先の戦いでも使用して逃げるまでもなかったわけだからな。ただその条件付けわからなくて、そうしてるうちに時矢先に逆らったものはみんな凍らされたわ。あ、なんか条件があるのか。相手の力の謎が解けない状態だと、ちょっと厄介なことになりそうね。なんか面白そう。いけます。あなたなんか怖くないもん、あっかんべー。あなた、タチアナ姉妹、タチアナ姉妹って感じや。かわいい。 AI がね、結構いい感じに働けてますね。サクサク。テンクルカチャンス。もあの子みたいになれたらな。月の泉のある村まであと半分ってとこだな。気をつけろ、どこに敵が潜んでいるかわからんぞ。誰だ。お、待って、これ寝ちゃうぞ。これは眠りネズミ寝ている。違う、これはまさか。でもさ、眠りネズミからしたら本望かもしれないよね。この人もカワスとケウサギに逆らったんですか。そういうタイプっぽくもないですわ。そうだな、気づけば眠っている人畜無害なやつなのにな。時計ウサギの支配を受け入れても、それだけでは何もされないわけじゃないの。ファースト時計ウサギの家来になったものは、彼女の命じるスケジュール通りに過ごさなければならないのです。それは無理だ、ここの倉庫の人ら。それはどんなものなの。差し当たって夜8時就寝ですね。やべえ。マジかよ。何のイベントも周回できない。そして朝の3時起床です。勘弁してよ。はい。早朝というよりも深夜27時といった方が正しいですね。ファーストキヨサギのスケジュールは厳しい分刻みで、全ては事細かく定められています。お昼ご飯食べる時間なんて10分しかないのよ。味もわからないわ。そんな生活を送ってたんだろうな、あいつは。お昼の時間も午後の紅茶の時間もないの。それじゃあ眠りネズミが守れないのも仕方ないね。それで凍らされちゃったってわけかい。そういうことです。下側のものも、スケジュールを守れるものも、共に凍らされます。でも本人曰く、自分はずっとそのスケジュールでやってきたそうです。むしろ守れていない私たちを強いがってたわ。仕事人間のめんどくさいところだね。ほんとこれな、ほんとに。なんか自分は昔こうだったみたいな、押し付けてくる人いるもんね。あれ、アリス、お昼の時間も午後の紅茶の時間もなくなったの。え、そうよね。なんで俺ずっと午後の紅茶って言ってたんだろうね、あの商品名を。どういうこと。なら、なんで彼らはファーストケウサギに従っているんだ、あいつらな。はい、では村の入り口やっていきましょう。もうここまでじゃん。お、チャネコだ。ゆくも今までに決まってくれたな。だがそれも終わりだな。もうちょっと生きると思ったんだけどな。こいつなんか逃げ切れそうだけどね。お前のどこにでもいるし、どこにもいないな力はいろいろ厄介なんだな。我らが女王様にとって邪魔なんだとよ。光栄だね。それにしてもまさか君らが時計ウサギの巨木になり下がるなんてね。バッタティークラブ持つものだ。言ってくれんじゃねえの。だからシルエットにする意味あったかな。本当のことだろ。
で、僕はこれからどうなるんだい？連行されてハートの像がしていたように裁判にかけられるのかい？いやーそれには及ばない。ん？これはタイムリミットだ。え、問答無用だね。時間凍結、なぜここに時遅ぎはいないのに。ふふふ。そうか、そういうことか。帽子は張った。どういうことだ？くぬ、ね、あら、いっちゃがり、いい夢見てね。あ、でも時間止まっちゃったんだから夢も見ないか。なんかこの固まったさ、茶猫をさ、家に持ち帰りたい。あ、そうだな。さ、早くこいつを城に運ぼうぜ。早くしないと。早くしないと？そろそろお客さんが来る頃だ。もてなしてやらんとな。何なんだろう。なんだか裏がありそうですね。行きましょう。やっと村に着いたわね。ここに月の泉があるんだね。え、まずは泉の開放を行うことで、今後有利に戦いを進めることができます。そうだね。そろそろ奴らが現れてもいい頃だ。お、おっと、そいつは俺様ちゃんたちのことかい、ベイビーたち。おいでやすたか。来た来た。誰が呼んだか知らないけど、誰もがみんな知っている。なんかロケット団みたいだね。問われて名乗るもおこがましいが、教えないほどいけずじゃない。ワットティークラブ参上。あなたたちってば、やっぱり時遅ぎの手下になったのね。おう、ワルシちゃん、おひさ。久しぶりじゃないでしょ。さっき時遅ぎを連れ去ったのはあなたたちでしょ。わかってるんだから。やっべ、うちはバレるじゃん。いや、ここはアリス城の洞察力を称える場面だぜ。さすがアリス。そういう場合じゃないだろ。これはまともな会話ができない人たちですね。話すだけ無駄よ。どうせカオス時計ウサギについたものだって面白そうだからくらいなもんでしょ。おい、そこの女は今なんて言った？正解だよみたいな。人の心が読めるのか。おふざけは禁止。あー、めっちゃ切れてる。やめろ、お嬢、話してもこっちが疲れるだけだ。問題ない。ぶっ飛ばせばいいんだな。なんかお前、モンキー D ルフィみたいなこと言ってるけど大丈夫か？この二人に関してはそれが一番いい選択かもしれないね。なんか悩んでる。どうしたんだ？どうした俺？なんでもない。行こう。楽しいパーティーを始めようぜ。私は終わりません。あなたが望む限り。あふん。黙れ。やられ方、やられ方考えて。ちょっとどうしますこの二人。バラさしないように縛り上げて穴を掘ってその中に入れて土をかけて埋めるのがいいわね。いつもよりなんかひどくない？レイナバカだね。それただの勢いだから。なんかこいつらはそれくらいしないとおとなしくならんだろう。そんな、縛ってメルダなんて、一つだけお願いしていい？なんだろうね。縛るのは強めに縛って、激しいのが好きなの。バカかお前は。石を抱かして海に沈めよう。こいつらは存在自体が未成年に有害だ。大人としても保護できん。あのさ、はっと聞いていいかい？なんだい、好きな女のタイプ。俺って責めるより実は責められたいタイプなんだよね。二人とも責められたいタイプなんだ。君はマットティークラブを主催しているわけじゃない？なのにカワストキアソギは午後のお茶すら禁じた。君らにとっては存在意義に関わる大事だよね。なのになんでカワストキアソギの味方になったの？対話を始めた。愚問だな。知性あふれるアングロサクソン人は自らの滅びすら楽しむ。そうなの？滅んでいくのは美しいと。はぁ、大敗、大敗、大敗、おじさん、あ、そうれ。何を言っている？それ言うなら采配だ。マジかよ。お前なんで突っ込めるんだよ。え？なんだろうね。なんてな、あ、そうれ。逃げるぞ。カ
勘弁してくれよ。撤退するぞ。あいあいさ。なんでなんだろうね。やってくれますね。多分さ、さっきの嘘なんだろうね。なんでさ、味方してるんだろう。逃げ足の速さは間違いなく一流だな。なに、無理して追いかける必要はないよ。そうね、あいつらが行くところはこの先の月の泉。ほうほうほう。やれやれだ。行きましょう。気になりますね、裏が。泉の封印は異常なし。なんかちゃんとしてる。ちゃんとしてるわ。次の予定は、あ、いけない。もうあと3分20秒後にはお昼の報告書チェックです。クイーンラビット様、何です?何がありました?あの連中が攻めてきました。何ですって?では即座に迎撃の準備を。向かって帰る位置になっちゃった。あっちゃったじゃないですよ。何やってるんですか、あなたたち。なんか可愛い、本当に。女王、喋り方戻ってるよ。おっとっとっと。不甲斐ない連中だね。何やってんだい。なあんた、やっぱそういうのキャラじゃねえんじゃねえの。おだまり。キャラじゃなくても何でも、もうやるって決めたのよ。あった?おっと、俺様ともあろうものがテンション下げちまった。気にしないでくれ。それで連中はどこまで入り込みました?ねえ。なんかドタバタだよね、今回。おいおい、そんな驚かんでも。ウサギは臆病なんですよ。いきなり後ろから現れたらびっくりするじゃないですか。うん、ちょっと待とうか。もうカオスとしての。このアラーの隙をつくとは、やるではないか、ゲロウども。頑張って言葉を選んだ。なんともキャラが安定してませんね。バカだね。無理してるのが見え見えだね。うるさいですよ。こっちだっていろいろ大変なんです。いけません。時計席、もうおやめなさい。あなたはカオステラに向いてません。そんな話をする気ありません。予定変更。今からあなたたちを帰るうちにします。来るか。ハッタさん、三月うさぎさん行きますよ。あ、ごめん、俺パス。仲間。そうだよね。え、でもあの、女王様なら、こういう時は先陣を切って戦うべきだと思うな。そういうものなんでしょうか。なんか口車に乗せられてるけど。こいつはとことん人の上に立つ才能がないみたいだな。ちょっとあわれに思えてきたね。もうそういうのは、そういう目はおやめです。いきますよ。これはこれでいいけどね。あなたなんか怖くないもん。あっかんべー。ほらほら。いや、面白いですね、本当に。ドタバタ。成功。やろ。やろ。ケイ、大成功。来た。2戦目。いや、なんか攻撃ちょっと見たいです。おお、何これ、ヒップドロップ。かわいいね。ちょっと強くなったか。盾持ってるからさ、あれだね、硬さあるね。あ、来た。オッケー。お前たちよく頑張ってくれたな。